みなさんこんにちは、はるきです。髪をちょっとだけ切ってイメチェンしました。レイヤーをいっぱい入れた。どうかな、どうかな。私的にめっちゃ気に入ってる。今日はちょっと今作業してて、仕事をしてるんですけど、 SS ですね、来年の春夏のアイテムのちょっと企画を練っているみたいな感じで、ちょっと汚すぎて見えないんですけど、髪にっていう感じでバーって、なんていうんだっけ、そういうのブレインなんたら忘れちゃった。ちょっと今やって、まあテーマを一個に絞っていこうかなみたいな作業をしてたんですけど、まあそれをしながら、まあ、それをしながらっていうか、多分これをしながら話せないんだけど、私ちょっと8月のお盆明けに信じられないぐらい体調を崩しまして、それのお話をちょっと今日しようかなと思って、動画を回しました。本当に私のインスタ見てくれてる人とかは分かったかもしれないんだけど、まあ、ストーリーにざっくりなんか何になったかとか、なんでこうなったとかを載っけたんだけど、まさかなると思わなかった病気だったから、本当にしんどすぎたのと、このしんどさをもうみんなに絶対味わってほしくないって思って、これ動画にしようと思って喋ります。昨日初めての外デビューっていうのを解禁して、外に出て友達とかに会ったんだけど、外がさ楽しすぎて、なんか幸せだったんだよね。すごい、なんか人に会えるってこんなに幸せだっけみたいな、誰かとお話しするのってこんなに楽しいんだっていうのをなんか改めて感じた日だった、昨日は。まあ、まず単刀直入に言ったら、人生で初めて救急車を自分で呼んだんです。なんでそうなったかっていう話からしようかなと思って、その日の前日ですね、前日は仕事をしていまして、撮影だったんですね。ブランドのコンテンツの撮影があって、まあロケみたいな感じだったんですけど、その日の朝が動悸がすごくて目が覚めたのね。ずっとなんか心臓が緊張してるっていう、まあ、緊張状態みたいな感じなのかな、なんかドキドキするなと思って、その後とかもその日一日中、まあ、なんか全然普通に人とも会話できるし、全然生活に支障なかったんだけど、なんかちょっとなんか不安状態っていうのかな、なんかずっとなんかうーんみたいな、なんか不安みたいな感じの状態が続いてて、でこれなんだろうなと思いながら普通に一日過ごして、でもなんか本当になんか違うなってなったんだよね。でなんかやる気も起きないし、家帰ってきてなんかうちゴミ箱まだ買ってなくてやばいよね。でゴミ箱が届いたんですけど、なんか自分で組み立てなきゃいけないゴミ箱だったんですよ。ちょっと特殊なゴミ箱を買って、私組み立てようと思って開けて全部出したんだけど、何にもやる気が起きなくなっちゃって、やめようみたいな、なんかおかしかったのとにかく。でこのままなんか一人ちょっとしんどいかもって思って友達に電話して、ね、友達の声聞いたらなんかバーってなんか泣けてきて、理由本当に何にもないんですけど、めっちゃなんかメンヘラみたいなんだよねこれね、やばいよね。でまあなんか別にそんななんか超シリアスな話したわけじゃないんだけど、なんかバーって話して泣いて、でなんか超スッキリして、でなんかうわめっちゃスッキリしたみたいな、ご飯食べてなかったからお腹空いたなみたいな、でそう食欲もなかったんだよね全然、家系ラーメンでも食べちゃおうみたいな、ウーバーしちゃおうとかいいよねとかって電話で聞いて、テレビ電話で私がラーメン食べてるところとか見てもらってみたいな感じで、なんかとりあえずまあ一応気持ちは落ち着いたなって思って寝たので、次の日またちょっとその日ほどではないけど動悸っていうか、なんかちょっとなんかちょっとふーってした方がいいなみたいな状況、言葉にできないんだけどみたいな感じになって、でその日は普通にオフィスで作業仕事しようと思ってたんだけど、なんかちょっと違うなこの感じと思ったから、一旦落ち着かせようと思って、一旦家で仕事してから落ち着いたら会社行こうと思ったので、普通に仕事してたんですよ。そしたら急にお昼ぐらいかな、お昼ぐらいに急にこの左の下腹部と腰がもう今まで感じたことのないぐらいの痛みに襲われて、うーってなってやばいみたいな、しかもなんかもうててて、とかじゃなくてもううわーって声が出ちゃうぐらいの痛みがあって、これやばみたいな、で涙めっちゃ出てきて痛すぎて本当に、でそれが10分ぐらい収まんなかったんだよな多分。そう、それでわかんないけどもうなんか気づいたらママに電話してて、でやばいみたいな、
書くと腰がマジ痛すぎて、え待って本当どうしようこれやばい、何これマジやばいやばいみたいな、ママにバーって電話して、でお昼だったから内科病院とかも全部お昼休憩だったんですよね。だからまずそもそもまあ歩けるわけがないぐらいの痛みだったんだけど、なんか調べてて一応、でもママにもう救急車呼びなみたいな、どうせ自分で行けないでしょ病院って言われて、行けないと思って、でも救急車呼ぶなんてさ、なんか前もね私去年の秋ぐらいにあのアニサキスになった時にあのやばくて救急車呼ぼうかなと思ったけど、これで呼んで何もなかった時になんかそのめちゃめちゃ罪悪感やばくなりそうと思ったから呼べなかったの。でも自力で死ぬ気で歩いて病院まで行ったんだけどみたいなのことがあったから、なんかその病院は自分で行かなきゃみたいなのがあったんですよ。でももうやばすぎて意識飛ぶこのままだったらっていうぐらいの痛みだったから、しょうがないと思って電話して、もう本当にね救急車が何番か分かんないぐらいの状態で、ほんまに救急車って何番だっけみたいな、あそっか119番かみたいな、119番電話して呼んで来てもらって、もう初めてね本当にそんな状況になるのも初めてで、でうちの家の玄関もそのエレベーターがストレッチャーが入らないから、ちょっと自力でマンションの外まで出てもらいますみたいな感じ言われて、もうこんなんなりながらもうこの手すり使ってこうやって歩いてエレベーターの中でももうしゃがんじゃって、でそっから病院運ばれて、その時にでも一瞬収まってきたんだよね、病院運ばれてる途中とかは、まあ、意識結構こういう感じだったけど、でもなんか連絡とかはできるぐらい、親にあの今乗ったみたいな感じの連絡はできるぐらいのなんか意識で、で運ばれて問診内診とか、まあ、点滴とかやられて、でそこのその点滴がね、まあなんか見た目若いし、まあ、実際若いし、多分その命に関わることでもないから、なんかその点滴の刺すのを研修生、お医者さんになるために看護師さんになるために来てる学生さん研修生の方にやってもらったのね、それを。それが別に悪気ないの全然分かってるし、仕方ないのも分かってたんだけど、もう痛くて、それが本当に痛くて、なんかわかんないけど、多分そのもう研修って書いてあったのね、で別にあ研修なんだなって思ったけど、んまあでもちょっと痛いだろうなって構えてた自分もいたし、よし来いって感じの自分もいたんだけど、痛すぎて、でもう見たら絶対私気絶すると思ったから、もうずっとこうしてたんだけど、その寝かせちゃったり立てたりとか、なんかまあいろいろやってたんだよね、きっと。とにかくめっちゃ血管探してたし、もうこんなんなってやってくれてたから、まあもうしょうがないんだけどね、ほんとしょうがないし悪気ないから、その人全く悪くないんだけど、もうお腹の痛みとかじゃなくてそっちがマジで痛すぎて、でなんかうわ痛とか思ったけど、でもなんかそこで痛いとか言えないじゃん、だって練習してるわけだし言えないから、もう必死に声抑えてもってやってたのずっと。でそしたらうーってやってた側のこっち側の方にその先生が2人立ってて、で1人の先生が多分私がお腹痛がってると思って、あやばい痛がってると思って駆けつけて来ようとしてくれたんだけど、隣の先生がこうやって、あ違うあれ多分点滴みたいな感じで言ってんのね。でその点滴とかって言って先生もなんか痛そうみたいな顔でめっちゃ私のこと見てんの。それが痛すぎて、でそしたら気づいたら一旦こっちの痛みが収まってたので、なんかいろいろ検査しますみたいな、 CT と超音波とみたいな、なんかいろいろやったので、救急のなんか部屋に運ばれて、でなんかさ昼間のさ救急搬送なんてさもうされたことないから、右はなんか酔っ払いすぎてなんか酩酊状態のなんか患者さん、左はなんかちょっとまた別のなんか差が止まらないとか、なんかもういろんな人がいて、もうなんかカオス、ゲロ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 みたいな感じになってたりとか、隣がなんか検査の結果みたいな、多分尿管結石ですって言われて、左の腎臓のところになんかちっこいポチみたいなのがあって、まあ、これが石でみたいな、でなんか脱水とか、まあ、なんかいろんな要因があるんですけどみたいな、で石ができてしまっていて、であなたは数ミリぐらいの石、小さめの石なので、その尿として出すしか方法がないので、まあ、ある程度この鎮痛剤点滴全部打ち終わったらあの帰宅ですみたいな感じ言われて、
あ、わかりました。その石が出てくるまで治らないから、石が多分出てくるまでこのさっきみたいな痛みはまた来ますみたいな波があって、とりあえずお薬とかはもう一応座薬、痛すぎてご飯食べれない可能性もあるから座薬の鎮痛剤をお渡しするので、やばかったら入れてください。とにかく水飲んで、でも多分しんどいと思います、先に言っときますけど、多分しんどいですけど頑張ってくださいって言われて、その時にその搬送された画像がこれなんだけど、やばくない？何が恥ずかしかったって、もうとにかくその私服に着替える余裕がなかったのね。こんなハッピーなパジャマで搬送されて、治ったらさ帰宅はさ普通に自分で帰るわけじゃん。普通にこれでタクシー乗って帰ったんですけど、で家帰ったんだけど一人やばいと思って、私実家もそんなに遠くないところなので実家に帰ろうと思って実家に帰って、痛くないうちに、でその日は普通にご飯ももりもり食べてみたいな感じだったんだけど、そのちょうど多分病院でやってもらった点滴が、まあ病院の点滴だから多分強かったんだろうね、それが切れたぐらいの時に始まって、その痛みがまたあーみたいな、もうマジで声出ちゃうぐらい、本当にみたいな、マジやばい、あ無理、もう無理無理、死んだ方がマシ、本当無理無理みたいな、でも意識もだんだん遠くなってて、もうカンボワーみたいな感じになる、その痛みが、まあだからその薬が切れたたんびに来たんですよ。3日4日ぐらいはずっとそれが続いてて、その痛みがね、調べたら出産の痛みの次に痛いんだって。だからもう本当に痛いので、男の人とか多分もうやばいと思うの。その女の子はさ生理痛とか、まあいろんな痛みがさ常にまあなんか定期的に来たりするからあれだと思うんだけど、男の人とか多分本当にやばいと思うみたいな感じで、もうだんだんね、もう気がめいってくるの。なんか別に痛いのもそうだし、またこの薬が切れた途端にその痛みが来るんだって分かった瞬間にもうふわーってなって、意識が遠くてずっと声が遠いの、なんかいろんな声が、まあ、なんかもうずっとこういう感じで、携帯もなんかまともにいじれないみたいな。胃腸とかはさ別に悪くないから、ご飯とか全然なんか食べれる時に食べたんだけど、4日ぐらいで残りの大体1週間ぐらい私休養してたんですけど、で残りの2日3日ぐらいは普通に生活はできるんだけど、でも急にうーってくるけど気絶するほどの痛みじゃないみたいなのが続いたみたいな感じだったんです。ちょっと本当に昨日から外復活してるから、まず話すのがめっちゃ下手になってるから伝わってるかわからないんですけど、本当に辛くて、今まで やってきた病気の中で一番辛くだと思う、痛み的には。いつその石が出てくるかもわからないから、で石が出てくるタイミングも痛いと、タイミングとかも痛いって言われたけど、なんか別にわかんない、今も本当に出たのかわからないって感じなんだけど、痛みはまあ腰はねちょっと正直まだちょっと痛いんだけど、まあ、全然生活できるって感じの痛みだから、でしかもそれが再発率が結構高いらしくて、またなったら怖いなと思って、今頑張ってお水飲んだりとかカルシウム取ったりとか、私生活をちょっと健康に過ごせるようにしてるんですけど、なんか尿管結石とかおじいちゃんとかおばあちゃんがなるような病気だと思ってたから、まさか20代でなると思わなかったし、でも若い女の子も全然なるらしくって、で特にさ今年の夏とかはさ、まあ、異常な暑さだったじゃん。だからなんか私は結構熱中症になりやすいタイプなので、熱中症にも何回もなったし、脱水症状も結構なってたから、まあ予兆は多分あった、自立もだったって感じなんですけど、なんか本当に誰にもなるし、本当に辛かったからなってほしくないなと思ってちょっとこのお話をしましたっていう感じで、今は元気なので、あの全然ご心配おかけしましたって感じなんですけど、皆様は健康第一にあの生活できることを私は心から祈っております。はい、こんな感じで今日はちょっと地獄のような1週間のお話をいたしました。みんなもあのまだね季節の変わり目とか結構体調崩しやすい人、周りでも結構崩してる人多いから、みんなも気をつけて、あの体に気をつけてください。ちょっと YouTube 更新が滞ってしまったので、また復活して、ここからどん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 今まで通りに上げられるように頑張りますので、よかったらチャンネル登録とかいろいろよろしくお願いします。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はるきでした。